水部だ。もう金賞といってもダメ金では選抜テストになります。あー、香織先輩今日も超美人。ライバル増えるよ絶対。1年にも人気出るもん。 UFO？ 楽器の名前かな。うん、高坂さん上手ね。頑張って、唇を震わせるの。こんにちは。こんにちは。おい、そこ椅子置くところ違うよ。すみません。なんて言ってた。先生に逆らったらサンフェスに出場できなくなるかもって。北宇治高校吹奏楽部は現在60名を超える部員を有する。その時はきちんと抗議しようということでまとまりました。さあ練習をしますよ。走るんですか。待ってください。それに何の意味が。よーいスタート。よく聞いてください。はい、練習量で言えば中学の時の半分くらいです。絶対文句言わせない。何か言われたらまっぴ投げるし。まだまだ気になるところはありますが。先輩かわいい。マジエンジェル。後で写真いいですか。一緒に。いいけど去年も撮ったような。いいんです、何度でも。さすがカオリ、確かに似合う。そうかな。そうだよ、スタイで仕事をしていたりする。しないからな。はい。あの粘着悪魔、何度も同じことばっかりやらせ。もう完璧にできてるって分からせてやる。深呼吸して。はい。バカ、高坂何音出してんのよ。ここ来たら音出し禁止って言われたでしょ。すみません。先輩、今日は一緒に帰っていいですか。うん、いいよ。どうしたの。高坂さんですよ。これソロパートのところじゃないですか。香織先輩がいるのに。前にも言ったけど無視とか嫌がらせとかしてないよね。してませんよ。高坂さん、素直じゃない。どうしたんですか香織先輩。ごめん、やっぱり先帰ってて。これで終わりですね。そこ邪魔なんですけど。避けてけばいいでしょ。ごめん、遊ばせ。おい、何すんの。あれ、まだ。こんな感じで。香織先輩、あの、もしよかったらあがた祭り。ごめん、アスカとハルカと一緒に行こうって言ってて。邪魔だってさ。うっさい。か、浮ついた練習が終わると。各パートは楽譜とにらめっこしている時間。皆さんに出場するのに恥じない努力をしてきたと私は思っています。香織。あ、今行く。また後でね。お疲れ様でした。うん、お疲れ。香織先輩、高坂ってラッパの？あら、きっとそのせいなんじゃないかって。絶対そうです。そうかな、そんなことないよ。でも先生は私より高坂さんの方がソロにふさわしいと判断した。だからそのオーディションが。優子ちゃんもコンクールに出るのよ。これからは全員で金賞目指して頑張る。違う？その話は口外しないでって他の子にも言っておいて。じゃあね。香織先輩、諦めないでください。このコンクールなんですよ。香織先輩の、香織先輩の夢は絶対に叶うべきなんです。じゃなきゃ。では皆さん、練習を始めましょう。質問があるんですけど、いいですか。何でしょう。
生は高坂玲奈さんと以前から知り合いだったって本当ですか？それを尋ねてどうするんですか？優子ちゃん、ちょっと噂になってるんです。オーディションの時、先生がひいきしたんじゃないかって。答えてください、先生。ひいきしたことや誰かに特別な計らいをしたことは一切ありません。全員公平に審査しました。高坂さんと知り合いだったというのは事実です。指導が変わることはありません。だったら。だったら何だっていうの？あんたね、うぬぼれるのもいい加減にしなさいよ。優子ちゃん、やめて。香織先輩があんたにどれだけ気使ってたと思ってんのよ。それを。やめなよ。うるさい。やめて。トランペット奏者なんでしょ？じゃあ、オーディションの結果に不満がある人です。ゆうこちゃん。前回のオーディションの結果に不満があり、今ソロパートに決定してる高坂さんと二人。すごいいい音ですね。どこまでも響いていきそう。そうかな。そうですよ。だからもっと聞かせてください。先輩のトランペット聞いていたいんです。失礼します。どう思う？この音どう思う？すごいいいと思います。綺麗だし、音も大きいし、ソロにふさわしいと思います。だよね。え、一年でこの音ってずるいよね。反則だよ。はい、ありがとうございました。だからもうお願いします。うるさいな、ほっといてよ。余計なこと考えてないよね。何が？言っとくけど、悲しむのは香織先輩なんだからね。分かってるよね？オーディションに落ちたくせに何偉そうに言ってるの？分かってる！分かってるよ！そんなこと。話って何で？オーディションの話ですか？あのね。はい。私どうしても香織先輩にソロを吹いてほしいの。だからお願い！バレたら私が脅したことにしていい。いじめられたって言ってもらって構わない。だから分かってるよ。去年でも学年中でソロは全然練習もしてないような上級生が吹いて、でもみんなやめちゃって。そんなだからコンクールでの演奏もめちゃくちゃで。そうね、関係ないよ。全然関係ない。でもあなたには来年もある、再来年もある。滝先生だったらもっと部は良くなる。今年が最後なの。だからやめてください。失礼します。どうですか？うん、大丈夫。準備とかあるから優子ちゃんも行って。あの、何？いえ、頑張ってください。あっ、何？高坂さん。
はい。先輩、ソロは先輩はトランペットが上手なんですね。上手じゃなくて論は終わり。ここはあなたたち次第です。おはようございます。これお前さん？はい。結構苦戦してましたからね。こそね、アスカがうまく教えてあげられればいいんだけど。あのずっと言いたかったことがあって。え、何？オーディションの時名前聞いてすみませんでした。ううん、こちらこそ付き合わせちゃってごめんなさい。香織先輩、何一人で赤くなってんの？なんであんたがいるのよ。こら。はい、トランペットいます。サックスも大丈夫。はい、わかりました。なんか私のだけ大きいんですけど。愛だよ、嫌がらせという名の愛。帰るまでいろんなことがありました。愛という名の嫌がらせは？どう？大丈夫？京都府大会で金賞を受賞した。あっさり。盛り上がらねえ。中瀬子さんや田中さんは強豪校にも劣らない実全国を夢から現実のものにしていた。おはよう。今日はお前も一緒なんだ。みぞれは夏休みの宿題終わった？いいなあ、私全然だよ。ねえ、お盆休み暇？一緒にやらない？いいけど。やったそうやって出て行った人が戻ってきたいって言ったら、やっぱり嫌なものなんでしょうか？え？聞いてない？何の話？いや、そっか、どうしようかな。あれ、二人とも早いんだね。優子、ん？仲悪いの？その二人と。え？さあ、どうなんだろうね、後輩。あれだけいろいろあったのに、ほんと。みぞれは部内の人間関係に疎いよね。まあ、そこがみぞれのいいとこなんだけどさ。さっきの話、のぞみのことなんだけど。のぞみ？うん、のぞみがね、部活に戻りたいって言ってきたらしいの。はい、はい、同級生からか。罪に入りますが、ゆうこ、香織先輩マジヤバい。地上に舞い降りたエッチェル。何そのダサい T シャツ。なんか文句ある？私の主食は愛です。だけど水着姿マジエンジェルだった。あっそう、友達来るんだけど。邪魔。友達？そんなのいたんだ。あんたと違ってね。誰？そんな優しい人。うるさいな。のぞみだよ、笠木のぞみ。のぞみ手を行う。移り1回ごと2分の休憩を入れて。なあ滝くん、謝る必要はないよ。クールな女の子って魅力的だと思うし。でもほら、トランペットのソロの子みたいに。でも大丈夫、あれはみぞれが上手だから。さらに上を目指してほしいってことでしょ。
未だに仲良しの幼なじみだと思ってるみたいでね。嘘だね。はっきり言いなよ。どうしてのぞみが部に戻っちゃダメなの？別にダメなんて言ってないでしょ。理由があるんでしょ。何？別に。ただ今戻ってきたら部が混乱するかなって。だからのぞみは手伝うだけだって。それでもダメなの？やっぱりそれだけじゃないよね。なんかある。何なの？だからあんたが関わるとこんがらがるから関わるなって言ってるの。それだけ。ねえ、ん、何がいい？え？ジュース。あ、じゃあオレンジで。オッケー。あんたさ、私のこと嫌い？あ、嫌いというか苦手と。あ、もしかして不大会のこと引きずってる？言っとくけど、あれに関しては私絶対に間違ってないから。今でもソロは香織先輩が吹くべきだと思ってるから。はあ、先輩はマジエンジェルだからね。可愛いし優しいし、もうやばい。はあ、何そのリアクション。今のは突っ込むところでしょ。ん？あ、冗談。私たち2年生は去年いろいろあってさ。先輩も悩んでたんですね。まあね。で、どこまで立ち聞きしてたの？さっきの話。あすか先輩も知ってるんだ。さすがだな。あ、言っとくけど夏希には内緒だからね。え、なんでですか？夏希先輩なら協力してくれるかもしれないのに。あんなのに協力されたら迷惑でしょ。迷惑って、あいつの性格的に。はあ、いきなり何？あ、すみません。さっき香織先輩のソロの話も出たから。コンクールってなんだろうなって。まあ納得いかないことが多いのは確かなんじゃない？私だって。でもそれは結果が悪かったから。結果が良かったら納得していた気がする。今の私たちみたいにね。ですよね。努力が足りなかった、劣ってたということにされちゃう。超理不尽でしょ。じゃあ先輩はコンクールがない方がいいって思ってるんですか？思ったこともあるよ、そりゃ。ただ去年みたいにみんなでのんびり楽しく演奏しましょうっていう空気がいいかというと、そんなことはなかった。サボってる3年がコンクールに出るみたいなのはやっぱり引っかかった。まあ今年は実力主義になっていろいろあったけど。先輩それってる。結局好き嫌いじゃなくコンクールに出る以上は金がいいっていうことなんじゃない？ふん。他の高校にもう少したっぷりめで吹いてみたら？それが感情ってこと？おはようございます。おはよう。あんまり考えすぎるのも良くないよ。思ったまま吹いてみよう。うん。ミソレ！やめて。ユコ？つもりよ。ちょっと、のぞみが何したっていうの？何もしてない。だから怒ってるの！はあ？とにかく早く探さなくちゃ。お前さん、え、あの子の事情知ってるよね？みぞれのこと探してくれない？え、あの子今慣れてない子と会うのやばいからお願い。はい。みぞれ！どこよ？ゆうこ先輩。みぞれ、みぞれ、みぞれ、もう何
出すの怖い？拒絶されたら。なんでそんなこと言うの？そしたら何？リゾレにとって私は何だ？ルッド。バカ！あんたマジでバカじゃないの？私でもいい加減切れるよ。誰が好き好んで嫌いな奴と行動するのよ。私がそんな器用なことできるわけないでしょ。同情？何さす？ミゾレは私のこと友達と思ってなかったわけ？部活だってそう。本当に望みのためだけに吹奏楽続けてきたの？あんだけ練習してコンクール目指して何もなかった？大会で関西行きが決まって嬉しくなかった？私は嬉しかった。頑張ってきてよかった。努力は無駄じゃなかった。中学から引きずっていたものからやっと解放された気がした。みぞれは違う。何も思わなかったねえ。嬉しかった。でも喜んでいいのかなって。いいに決まってる。いいに決まってるじゃん。だから笑って。どうして泣くのよ。ほら、のぞみちゃんと話したら。みぞれ、受けるんだ。結局みぞれの演奏はずっとのぞみのためにあったんだね。まあね、のぞみには勝てないんだな。一年も一緒にいたのに。そんなの当然でしょ。のぞみってあんたの100倍いい子だし。そうね、あんたの500倍はいい子かも。でもさ、みぞれにはあんたがいてよかったと思うよ。もしかして慰めてくれてる？はぁ、あ、はいはいって出ないて出ないて。なにそれ。ギャー、夏希が優しくしてくるよ。一度、その一度の大会を目指して私たちは。2年と3年はいろいろあったから。の練習の成果を今日。優子ちゃん。はい。これからも部のことよろしくね。みんなも今までこんな私についてきてくれて。香織先輩、違います。え、ここで終わりじゃありません。私たちが目指してるのは全国です。私たちは香織先輩と一緒に全国へ行くんです。香織、行きましょに出場を決めた。みんな、こういう時はきちんと息抜きするようにね。部員からも頼られ慕われる3年生の先輩。そんな何よこれ。どう見ても嫌がらせなんですけど。違いますよ。私ピサの斜塔なんて頼みましたっけ。客様、サービスです。ゆっくりとお召し上がりください。分かったわよ。受けて立とうじゃない。今下で騒ぎになってるんですけど、教頭先生が代理でアスカ先輩の退部届受け取ったって。あの、何ですか？アスカ先輩の退部届、教頭先生が代理で受け取ったっていう話は本当なんですか？
あんまり舐めないでください。そんなこと言われなくてもみんなついていくつもりです。本気なんですよ、みんな。大して市場を持ち込みすぎだけどね。うっさい。だいたいあんたね、こういう時は。あ、はいはい、これだからイコちゃんは。なに。まあ耳にタコかもしれないけど、音を楽しむと書いて音楽。もう平気なの？だよね。香織先輩、今日の帰り少し時間ありますか？どうしたの？ちょっと教えてほしい。香織先輩だ。ちょっとお話ししてくる。数学なんだ。香織先輩。おはよう。ちょ、邪魔しないでよ。何を。嫌がらず、最後まで向上心を持って練習に励んでください。 H からもう一度。なんだ、全然音出てるじゃない。優子先輩、ここんとこずっと集中切れてるでしょ。香織先輩も心配してたから、何かあるなら話してよ。私じゃ話しにくいかもしれないけど。ありがとうございます。すみません。表情を変えることもなく、音が乱れることも。謝ることじゃない。これが私たちの実力だったんだよ。高坂、来年金賞取るよ。先生。高坂さん。はい。先生、私が北宇治に来たのは先生がいらしたからです。それから、高坂、頑張ろう。今回の結果、私はめちゃくちゃ悔しい。ちょっと、久美子は。部長に指名されました、吉川優子です。反対意見ありますでしょうか。ありがとうございます。では、信任されたものとみなします。続いて、副部長の選出です。中川夏希です。え、反対意見。ちょっと待ってよ、あんたが副部長、聞いてないんだけど。言ってないし。本気なの？先輩たち何考えてるのよ。全く気は進まないけど、先輩の頼みなんで、こいつをサポートしていきたいと思います。よろしく。人のこと指ささないでほしいんですけど。来ました、部長。やっぱり薄い。来年は頑張って新入生勧誘しなくちゃ。先輩たちと過ごした時間は、その全てが私たちにとってかけがえのないものです。それを後輩にも伝え、北宇治吹奏楽部を作っていきたいと思います。そして全国金を兼ねる。大事なとこで。うるさい。では、私たちの決意を込めて、卒業生の皆さんにこの曲を送ります。でしょ、しっかりしなきゃ。
お前さん、アスカ先輩見ませんでした？さあ、どこだろう。はーい、十目。じゃあ時間になったので、これで全員？来てない人は手を挙げて。サム、うるさい。知っての通り、これが3年生が引退した。このままではコンクールにも。1年生の勧誘は始業式からの1ヶ月が勝負です。そういうわけですので、しばらくの間1年生、後でそれぞれ集まってください。いえ、それにしても随分集まりましたね。これだけの人数がいればきっと。去年も同じことをお話ししたのですが、私は生徒の実践を重んじることをモットーとしています。先生、チョーク借りてもいいですか？どうぞ。口先だけのスローガンなら誰でもできる。だからここではっきり言っておきます。やるからには本気でやりたい、やり抜きたい。多数決を取るので、しっかりと手を挙げてください。これから1年ゆるくやるか、それとも。ではケツを取ります。全国大会金賞を目標にする人、みんなの気持ちは分かりました。では今年の目標は全国大会金賞とします。これから大変なこともいっぱいあると思いますが、きっと乗り越えられると信じています。頑張りましょう。はい、はい、わかりました。はい、平石さん、ただ漫然と吹いているだけではいけません。息遣い、音の形、周囲の空気、それらを感じて。部長、大丈夫？決して気を抜かないようにしろ。はい、はい、何、何、どうしたの？自分で話す。うん、私はマネージャーとしてみんなのサポートをしていきたいと思っています。とにかくこれは前向きな決定なので。トランペット吉川優子。はい。滝野純一。はい。はい、みんな注目。後で合宿についての打ち合わせをしますので、パートリーダーは3年1組に集まってください。学年リーダーも。あ、学年リーダーも。そりゃ。はい。そろそろ入ります。移動中迷子にならないように。いたいた、香織先輩。マジエンジェル、久しぶり。あんたは部長の仕事があるでしょ。分かってるわよ。あれ、コミコちゃん、そんなに私のこと恋しかったの？先輩、北宇治ファイトって言ってください。え、私？北宇治ファイト。ほら、行くよ。私のセリフ。あれ、ちょっと待つの。北宇治ファイト。はい、はい、注目。去年の冬から部長になっていろんなことがありました。1年生、2年生、3年生、それぞれ大変なこともあったと思います。でもみんなで支え合って最高の形でここまで来られたと思っています。それと副部長、ありがとう。この最高のメンバーで私はずっと演奏していたい。全員で全国行こう。はい、北宇治行くよ。高等学校、
15番京都府代表ゴールド金賞ちょっとちょっとお通夜じゃないんだから何落ち込んでんの。私たちは今日最高の演奏をした。それは事実でしょ。これまで私たちを支えてくれた部員のみんな、先生たちや保護者の皆さんのためにも胸を張って帰らなきゃ。確かに全国には行けなかった。でも落ち込む必要はない。私たちはあの瞬間最高の演奏をした。そしてこの経験は絶対に明日につながる、来年につながる。1年間部長をやった私が断言するよ、北宇治はもっと良くなる、もっともっと強くなる。だから顔を上げて。今日という日は来年のコンクールに向けての1日目。明日からの練習頑張って行きましょう。はい。喧嘩みたいなこともして